はい、皆さん、おはようございまーす。はい、ということでですね、えー。皆さん、待ちに待ったというか、お待ちかねというか、えー、いよいよというか、えー、本日、4時からですか ?4 時から、えー、ライジンでですね、えー、六本木ヒルズアリーナと書いてましたね、場所は。えー、で 4時から、超雷神3ですね。いや、来ましたね。超雷神1、2と来て、今回3の、えー、超緊急記者会見ですかと書いてましたね。が開催されるということでですね。いやー、果たして、どんなカードが発表されるのか。えー、噂の、あのカードは、果たして。 発表されるのか。いやもう期待が渦巻きますし、そこに、もしかしたら私の姿もあるのかないのか、それはえ会見を見ていただいてですね、判断していただければいいかなと思います。また4時というのもね、いい時間帯ですね。土曜日の4時ということで皆さんも 仕事がきっと人段落してお休みの人もいると思いますので、えー、非常に盛り上がる、えー、会見になるんじゃないかなと。そういうふうに思いました。えー、坂木原社長の、あのー、呼び出されましたの中で言ってた発言では、将来人1ワン、ツーでおなじみの選手が出るということですね。果たして誰が出るのか。 えー、私も、長来人、長来人には出てないけど、同じ日に、ワン、ツーと同じ日に出てますので、まあ、どんなおなじみの選手が出てくるのか、とても期待ができるんじゃないかなと、えー、そういうふうに思いました。えー、今日はですね、あのー、今日というか昨日からなんですけども、えー、花粉が本当にひどくて、 目がただただひたすら痒くてですね、えー、昨日の夜も痒すぎて寝れなかったんですけども、えー、鼻にも来て、今、喉にもちょっと来てしまってですね、風に寝らないように気をつけたいなと、えー、そういうふうに思ってます、えー。皆さんもですね、そこら辺、<laughs> あのー、花粉症から風になることもあるのであの、気をつけていただけ、いただきたいなと、えー、そういうふうに思いました。はい、ということで本日4時から、 えー、ライジンの YouTube チャンネルで見れるのかなえー、と思いますので、見てですね、X とかで、どんどんこう、ハッシュタグ、超ライジン3とか、ライジンとかつけてつぶやくとまた、えー、ライジンが盛り上がってくると思うんで、えー、みんなで、盛り上げていきましょう。はい、私も、そこに私がいるのかいないかは、YouTube ライブを見ていただいて、判断していただければ嬉しいかなと、思っております。 はい、ということで皆様本日も一日頑張ってまいりましょう。